竹下裁定は、1989年6月2日に、自由民主党総裁の竹下昇が、外務大臣の上野宗介を次期総裁に指名したことを指す。リクルート事件などによる支持率低下により、1989年4月25日、竹下昇は首相辞職を表明。同日、金庫番と呼ばれた竹下の秘書の青木異兵が、金丸シを訪ね、 もはや、竹下を支えることはできなくなりましたと胸中を、とろした。翌4月26日、青木は渋谷区の自宅で首吊り自殺を遂げた。イギリスの経済紙、フィナンシャルタイムズは、青木の死について、召使いが主人のために命を捧げるという伝統は、日本人全員の心に刻みつけられていると報じた。安倍晋太郎、宮沢喜一、 渡辺道浦ニューリーダーもリクルート事件に関与しており、自民党が定めた1年間、もしくは次の総選挙まで、党の役職を辞退するという内規の対象となっていた。また安倍は、短石のため、4月18日に入院。5月には、水臓んにより、水臓から十二指腸、胃の一部まで取る手術を行い、長期入院を余儀なくされ、行事役からも退いた。党は、 候補者不在の後継者選びという事態に直面するが、竹下には、早くから、異中の人がいた。自由民主党総務会長の伊藤正義であった。伊藤の清廉潔白、公平虫の人柄と製品を貫いた、私生活はつとに知られており、リクルート問題で荒れ果てた政治の復興を果たすには、うってつけの政治家と言えた。しかし、党の伊藤は首相を引き受ける気がさらさらなかった。 竹下大臣の法を受けた伊藤の第一声は抜本的な政治改革をやるには若い人がいい。派閥にとらわれずにやることだであった。青木平の通夜が営まれた4月26日夜、竹下は小渕恵三に伊藤の感触を探らせた。すると、翌日の長官に後継伊藤氏有力の見出しとともに、幹事長、塩川正十郎、総務会長、 砂田茂民、政調会長、橋本龍太郎との三役人事までが報じられてしまう。これによって、伊藤は態度を、ますます硬化させ、竹下さんから何の話も来ていないし、来ても受けるつもりはないと述べた。5月10日、伊藤は、国会内の自民党記者クラブで、本の表紙だけを変えてもダメだ。中身を変えて、 意識革命しなければならないと、後々まで語り継がれる言葉を発した。それでも、竹下は諦めず、5月11日、ホテル大倉で、伊藤に、自家談判した。説得は3時間に及ぶが、伊藤の本意はなかった。伊藤は、この頃糖尿病が、深刻化しており、首相を誇示した最大の理由は健康問題だとも、言われている。福田竹夫。 坂田道太といった長老の名前も上がるが、いずれも誇辞され、川本敏夫は、自身が事実上のオーナーであった参考棋戦の、倒産から懸念され、後藤田正春は、私は総対象には向かないとして、総裁就任を辞退した。5月22日、中曽根派幹部で、元官房長官の藤波隆夫と前公明党衆議院議員の池田克也が、受託収賄罪で起訴される。 同日、中曽根康弘は任命責任を取る形で自民党に党籍離脱と最高顧問の辞任届を提出した。将来の首相候補として職望されていた藤波は、この基礎により首相レースから大きく外れることとなった。竹下は熟慮の結果、外務大臣の宇野宗介と大倉大臣の村山達夫の二人を後継候補に絞り込んだ。村山が、 消費税導入の担当大臣であったことが懸念される一方で、うのは総裁任期を満了した中曽根の派閥ナンバー2であり、サミットが近いことから外省というポスト上も好都合であった。竹下はサミット出発の2日前の5月24日、伊藤と会談。うの後継を明かし、伊藤も了承した。5月26日に竹下はうのに後継総裁を打診し、 翌5月27日に、宇野後継総裁に指名することを発表した。亀石塚、平沼武浦自由革新連盟の若手議員が、山下元里を候補として総裁選実施を求めたが、6月2日に、党大会に代わる、両院議員総会で異例の起立採決で、宇野総介を新総裁に選出することが決定した。ありがとうございます。